高須館、または小倉戸の館跡、召館屋敷は、富山県都並市高須に所在する中世の上館跡である。一行一気に属した都合、小倉六衛門が、明王年間頃から居住したと伝える。典型的な三居村で知られ、小矢部川と小川により形成された、戦場地と中石地が広がる都並平野の低地に立地する。現代の補助整備事業以前は、 地跡図からも上巻の区割りが確認できたが、現在は直線的な水田とかし、地表面では移行が確認できない。この場所は古くから六巨門造りと呼ばれており、小倉六右衛門の名にちなむと考えられている。地跡図から堀で囲まれた方形の館であったと推定されている。屋敷主の小倉六右衛門は明王年間に上杉氏により中の名、 中の名という土地を与えられた人物と伝えられ、一向胸の正万寺の有力門徒であったという。A69 年に一向一騎勢と対立する、貴船上の石黒主義綱の攻撃を受け、正万寺と共に炎上したと伝わる。なお、遠い跡の北約 1.5km に位置する、小倉の土屋とは、六右衛門の子孫、小倉孫左衛門の館とされる。ありがとうございます。